こんにちは。ここは歴史あるイギリスの港、ドーバー海峡に面しているドーバー海峡というのかわかんないですけど、まあ、少なくともイギリスの南の海岸線に面する港町、軍港の町、ポーツマスです。アメリカのポーツマスとは違いますんでね、ポーツマス条約のポーツマスとは違う場所でございます。なんかちょうどまた列車が来てるな。あれはディーゼル列車のようですけど、まあそれはいいんだ。街にいろいろあるこういった案内のピクトグラム、分かれやすいものですが、ポーツマスインターナショナルポート、国際フェリーも出てるんですね。これでフランスとか行けるのかな、そういう船もあるそうですが、他に下の方にも何やらいろいろ絵がありまして、こちらにもまた船の絵、ところがなんか船の絵にも2種類あるわけですね。左はまあ多分普通の船なんだろう。右の船は何でしょうかね。海がなんかなみなみやっている上をこう何やら変な形の船が通っております。ちゃんとこうやってねピクトグラムで区別しているのが面白いところですが、ザ・ハード・インターチェンジ、ここでいいのかな。とにかくここまで、バスで向かいますと、これから乗ります特殊な船、船と言っていいのかどうかもよくわからないんですが、水陸両用の乗り物、ホバークラフトに乗ることができます。ちょうど来た来た、このバスだ、ホーバーバスと書いてあります。このバスに乗っていけばいいそうですが、お客さんは私だけでした。そんなこともあるんですね。結構これから行くワイト島はリゾート島ということで、大変人気のあるところだそうです。そこへのアクセスとして、このホバークラフトが使われているというわけです。このバスは別に特殊な乗り物ではありません。ただ、毎時10分おきに出ているということですから、毎時6本ですよね。それなりに本数多く確保されている、そのホバークラフトの乗り場までの連絡バスというわけです。これ大変便利です。観光客の私にも分かりやすい。ホバークラフトということでホーバーバスと書いてありますからね。運賃は 1.9 ポンドということでした。まあ、大体330円40円ぐらいでしょうか。ちなみにここまでのアクセスにはイギリスの地元の新快速みたいな電車を使って来ているわけなんですけれど、ロンドンからは1時間と30分で到着ということでした。運賃もそんなにかかりません。距離も多分そんな離れてないでしょうね。 100キロちょっと、多分そんぐらいでしょうかね。終点のポーツマスハーバーという駅でいかにも降りるような感じだったんですけど、そうではなくてその一つ手前ポーツマスサウスシー駅、そこで降りてこのバスに乗り換えるのが一番いい道のようです。駅から10分ほどバスに揺られて、すぐに到着したという言い方の方がいいかと思います。こんな感じになっております。ここら辺港になってまして、すぐ脇にはもう海もあります。ここにですね、ホーバートラベルというか、ホーバートラベルじゃ何て言ったっけな、忘れちゃいましたけれど、ここのところで切符を買えばいいそうです。なるほどね、ライド10ミニッツって書いてあるのは10分おきに出てるっていうことなのかな、それとも10分前に来いって意味なのかな。ファースト、フレンドリー、フリークエントと書いてありますから、かなり頻繁に出ているそうです。でここのコールに出てるのがね、憧れのホーバークラフトですよ。もう日本は愚か、世界中探してもここでしか走っていない特殊な乗り物になってしまいました。船着き場に着きましたと、いきなりものすごい光景、うわー、なんだこれは、うわー、ちょっとわけのわからないものですよね。何なんだろうなと思っていましたが、早速乗船時間です。これ予約制になっておりまして、私たちも確かに30分に1本の便で、ちょうどこのホーバークラフトが出発する10分前ほどに私も船着き場に着いたわけでした。みんなこのように前の部分から乗り込んでいきます。このホバークラフトという乗り物は大変特殊でして、日本では船ということで扱われておりまして、実際に旅客用としては海上を航行するものしかありませんでしたが、しかし必ずしも海の上しか行かないわけではありません。法的には船舶ですが、必ずしも船として使うわけではないという不思議な乗り物です。早速その出発の様子を皆様ぜひご覧ください。ウィーム、わーという音がしまして、今このふわふわの部分に空気が巻き込まれました。膨らんでいる状態です。でもまだこれだけ、ホバークラフトは今もなおこの設置している状態になっていますが、もうそろそろ設置しなくなります。船体の前の部分が先に上へ浮き上がり、そして後ろも浮き上がりました。これでもうすでに完全にホバークラフトは浮上している状態になります。あちら側には大勢のギャラリー、世界で最後となったこの独特の乗り物を見物するために多くの人がいます。そしてこのまま、本当に行くのかと思いましたが、砂の上からそのまんまですね、こう海の上へこうそのまんま乗り出していってしまいました。まるで感覚は水陸両用バスです。まあ私は水陸両用バスっていうのは乗ったことありませんけれど、あれよりも勢いがすごい。
なんだって普通の船だったらね、もうちょっとあの岸のところからガガガガガーとこう、なんていうんですか、ね、出ていくわけですけれど、そういうことも特にしないで、そういう大変な大規模な作業もなく、普通にただもうちょっとコンビニ行ってくるわみたいなノリで、海の方へ乗り出していってしまいました。驚くべきことですよね。それではこのホバークラフトについてもうちょっと詳しくご説明したいと思います。さっき空気を巻き込んで浮上していましたが、あれはつまり女性のスカートをイメージするといいかと思います。まあイギリスではね、正装は男性の方がスカートなわけですけれど、まあどっちでもいいから、体の部分からスカートの下に向けてものすごい勢いで空気を噴出し、そのスカートを膨らませて、そして体を支えて上を浮かんでいくというわけです。海の上を走ることができますが、それだけではなく、例えば沼地とか砂利道とか、通常の自動車が移動しにくいような複雑な地形のところでも割とうまいこと移動することができてしまうというわけで、あらゆる分野で高速での移動が可能な乗り物です。そのスピードはおよそ60キロほど。ジェットフォイル、ジェット船というものが日本でもあります。ボーイング929型というものですが、ジェットフォイル型を除きましては、これがおそらく海上でこのぐらいの人を運ぶには最速の船ということになっているはずでして、実際に日本でも JR、 例えば JR 四国とか国鉄、宇高連絡船として使っておりました。急行料金が徴収されていて、料金は高かったようですが、当時その高松から岡山まで、相当足する高松から宇野までを、だいぶ普通の船よりも早く結んだ、なかなか人気のある船だったようです。ちなみにこの船はワイト島に向かっています。ライドという港までわずか10分。非常に速い、ものすごいあっという間の船の旅です。岸が近づいてきました。上陸するその瞬間もしかと見届けなければなりません。だんだん遠浅のところでしたが、砂地がこう見えてきまして、そこにそのままダイレクトに、特に何かそこにその場所の違いがあるようなことを感じさせず、通常通り陸地に上がってきました。そしておそらくは逆噴射、これでもって停止するということになるようです。こちら側にはもう片方のホバークラフトも見えます。あちらは今運転中ではありませんから空気が抜けています。まるで見た目がペチャンと潰れていて異なっているのが面白いところです。まもなく空気が抜けて、そしてホバークラフトは止まることになります。ちなみにジェット船では、日本でジェット船に乗るときはシートベルトの着用が義務付けられていましたが、それより20キロ遅いこのホバークラフトは特にシートベルトの着用というものは求められていませんでした。それでもね、何か海上で衝突した場合は大変なことになるのではないかという気はしなくはないんですけれども、しかしそれでもね、一応そういうようなことはなく、割とお客さんも、10分の乗車だからシートベルトとかつけたくないという人が多いのかわからないですけどね、どうもイギリスではつけなくていいことになっている、そういうことなんでしょうか。さて、すぐに折り返しのホバークラフトが出発します。もうこのワイト島のライドの港にも多くの人たちがホバークラフトを見に集まっています。ワイト島の一番の名物はホバークラフトといっても過言ではないかもしれません。このワイト島はビクトリア朝、その時代に割とお金のある人たちからリゾートの島として人気を博したようなところですが、もしかしたらホバークラフト以上の見物はないかもしれないと、そういう風に感じましたので、私もこのホバークラフトだけ見て、そしてまた本土に戻ることにしました。このようにして完全に浮上している様子がよくお分かりいただけるかと思います。かなりしっかりと膨らんでいます。バックもできるんですね。このような感じで滑るようなドリフトというんでしょうか、分かりませんが、かなり普通の乗り物がしないような独特の動きをして、そして海の上へ滑り出していきます。この動画の冒頭部分で申し上げたかもしれませんが、ホバークラフトは現在どうもこのイギリスのこの部分でしか運行されていないようです。世界最後の乗り物ということになりました。日本でも2009年までは大分空港へのアクセスとして、空港の中を横滑りしながら進んでいくホバークラフトのその眺めが楽しめたようですけれども、それが最後。他にも向こう連絡船とか、それから九州の南の方などで運用されていたというホバークラフトはもう全て一般旅客用としては姿を消してしまいました。ただし過酷な自然条件の中には突破しなければならないようなこともある。軍用としてはまだまだホバークラフトは一線で活躍をしているそうで、陸上自衛隊だったかな、保有しているところもあるそうです。あのような感じで、その周りに水の霧、水しぶきというよりは霧ですよね、それを後ろにたなびかせて大変独特の走り方をします。普通の船と違って周りに波を立たせないのも
また特徴的な眺めです。普通だったらね、あの船の一番先頭の部分が水をかき切っていきますので、横にその船が作った波が出るのですが、あれはちょっとそういう眺めさえも発生させない大変特殊な乗り物であります。このホバークラフトはイギリス生まれの乗り物です。だから最後までこのイギリスでもしかしたら使われているのかもしれません。この船も確かに高速輸送ということで大変便利に活躍はしておりましたけれど、これだけの短い区間になりますと逆にそこまで高速輸送に精を出すという必要もないはずです。かつて F2 海峡トンネルのできる前、ロンドンとパリの間を鉄道連絡船で運行していたような時代には、あのホバークラフトも活躍をしていて、有効連絡船のような運用も実際にやっていたようですが、現在ではもうそのようなメインルートでの輸送はなくなって、このリゾート島への高速アクセス手段もしくは観光のその一環として運用されているに過ぎない、そのような存在になっています。あ、ちなみに今走っていて、あれ説明し忘れちゃいましたけど、あれはですね、あの昔ロンドン地下鉄のチューブアンダーグラウンドで走っていたあの旧型車両でして、それがここでも走ってるんですね。このワイト島には少し離れたところにワイト島蒸気鉄道という保存鉄道もありまして、蒸気機関車が走っていて、それでもまた戦前のロンドンの地下鉄の車両が客車として使われているということです。早速またものすごい勢いでホバークラフトが帰ってきましたので、またこれを見るわけです。今動画にも映っておりましたけれども、ホバークラフトがやってくるときには大勢の人たちがここへやってきて、そしてこれを見ておおというふうに皆さんビデオカメラ写真などを撮っていかれます。何度見てもすごい、このまま陸地に乗り上げてしまう。どのようなところでも、海の上でも、それから荒れ地でも沼地でもすっすっと進んでいってしまうというホバークラフトの利点は、他にも岸壁が存在しないような島、沖縄などでも使われていたようですけれど、もう海のシーフも船を接岸するような場所がなくて座礁してしまうようなところでも、このようにこのまま乗り上げることができてしまうから、簡単に運航させることができるというわけで、大した設備がなくても運航できる、そういうメリットも昔は感じられていたそうです。まあ、現在でもそういう点はね、あの十分長所としてありますから、だからこそ運用として活用されているということなんでしょう。 YouTube などで見ますと、運用のホバークラフトはもっともっと大きいもののようです。しかしこれは空気を下に膨らませて持ち上げ、重さを支えるというこの形状は、船の船体そのものが大きくなり重くなるとかなり困難となるということでして、大型のホバークラフトを作るのはかなり難しいそうであります。だから輸送力に限界があるというのかな。日本で使われていたホバークラフトも基本的にこの大きさ、それ以上のものはあまりなかったようです。さて、もう一度このホバークラフトが出ていくのをそれを見に行くわけですが、これもまたさっきの地下鉄、レトロなものがたくさん走っていて、ワイト島は乗り物好きには結構いいおすすめの観光地だと思った。2両編成の地下鉄車って面白いですけどね。さて、またホバークラフトが出てきます。何度見ても飽きることのない眺め、これだけを見て私はワイト島を去りましたが全く後悔はありません。ちなみにこれ出ていくとき砂をかなり巻き上げますので、結構これは厳しいものがありまして、目などしっかり上げておりますと逆に目の中に砂がたくさん入ってきまして、かなり苦しい思いをすることになってしまいます。後ろにあるあのプロペラでぐるぐるぐるとまるで推進力を得るわけです。進む方法は飛行機に似ています。ちなみにこの海峡は結構他にも船がたくさん通るようなところでもあり、あのような大型船が通ることまであります。ホバークラフトはね、その中をこううまいこと縫っていって衝突を避けて運航するというのは結構難しいんじゃないですかね。普通の船とは航行の方法が随分異なるようですし、そのホバークラフトが出ていったところにカモメさんが 1,2,3,4,5,6,7 羽今みんなで日向ぼっこをしています。平和そうですね、幸せそうな午後、このカモメなど特にこう幸せそうに見えます。あったかい日向ぼっこ、リゾートに来たなーという感じをカモメも今ここで満喫しているところだと思いますが、もう間もなくそこには容赦なくホバークラフトがやってくるのです。みんなチリチリになって飛んでいってしまいました。結構危ない、あの砂に巻き込まれてみんなかなり必死になっています。ホバークラフトがものすごい勢いで空気をこう巻き上げていきますから、多分空気の流れもだいぶ独特でね、飛びにくいんでしょうね。あの羽に巻き込まれてしまったらもう一巻の終わりです。さて、それでは私もいよいよ帰ることになります。随分楽しいものをいろいろ見られまして、
回もまたこのように一番後ろのプロペラのすぐ前のところへ腰掛けましたので、ちょっとプロペラが回ってその音も楽しむことができます。シュッシュッとこう大きく音を立てていますが、しかし音が大きいといっても普通の船のこういう海面ギリギリのところへいるのよりは、もしかしたら幾分音が静かなのかもしれないなと、そういうふうにも思いました。少なくとも東海汽船で乗ったあのジェット船よりは音は静かです。またこのホバークラフトですが、実はちょっとした波にも弱いという欠点があります。やはりこういうフラットな面を、それを普通に基準として走っているような船ですから、ちょっと難しいところがあるわけです。今見えていて分かりましたでしょうか、この辺りどうも砲台のようなものがあります。これはおそらくイギリスを守るため、イギリス海軍の拠点であるポーツマツを守るための砲台なんではないかと思われますが、それもものすごい勢いで過ぎ去ってしまいます。私が見つけられたのは3つありましたし、これが砲台なのかもちょっと実際には分からないわけですけれど、なお今言いかけたことですが、その流れていく海のこの、なんていうの、波のところ、これは随分波が激しくなりますと危ないということでしたが、実際にドーバー海峡などでホバークラフトの事故も起こっているそうでして、そういう波によって欠航しやすいというのがホバークラフトのデメリットでもあるそうです。少なくともこの海峡は非常に狭いし、本日もまたおそらく基本的にそれほど荒れることはないのかなと、そんな感じのところでしたから、割と就航率は高いのではないでしょうか。世界に最後に残されたホバークラフト、日本でも国鉄の急行連絡船として運用されていたそんな船、最後の一つ、亡くなる前に乗ることができてよかったと言いたいところですが、しかし亡くなる予定は特にないんだそうで、これも多分ね、イギリスが開発した乗り物の名物として、イギリスでそういうの好きなイメージがありますんでね、これからも末永く半分胴体保存のような形で運用されていくんではないでしょうか。イギリスからそれほど時間をかけずに、ロンドンから時間をかけずにアクセスすることのできるポーツマス、ぜひイギリスに行かれてお時間のある際にはホバークラフトをお楽しみになることをお勧めします。波の寄せるこの砂浜に、何事もないかのように平然と公然のごとく上がっていく独特の船、いいな、これは乗った価値があった、これでイギリスに来たと思うね、やっぱイギリス来てよかったなと、それだけでも思わせてくれたものです。トリ君たちもここではカラスのですね、頭がいいからかホバークラフトにあらかじめ道を譲ってくれていたようでした。それではここから先またロンドンまで帰ることになりますが、その様子は基本的に行きと同じですから省略いたします。なお帰りはポーツマスの港軍港の様子をバス車内から眺めることができましたので、一応それも、このホーバーバスのこれね、ぐるぐる乗ってて難しいんですけれど、ちゃんと降りる駅、ポーツマスサウスシーの駅を間違えないようにお気をつけください。ありがとうございました。